ういうこと？おっしゃ、食った！でかっ！よし！マジで？うわ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 、やばいやばい、完全ゴジャップだこれ。取った！ 50… めっちゃでかいんだけど！おはよう。おはよう。今日早いっすね。早いでしょ？釣りで？いやいや、もう太陽出てるから。そうだね。まあ、ちなみにまだ5時。5時。早い。今日は。はい。ま、決まってるでしょ。朝練。朝練。俺職場2つあるからさ。あのレイドジャパンの事務所でしょ。事務所と釣り場。そう。先に釣り場に来て、その後事務所。なるほど。はい。ルーティンですね。ルーティンですね。はい、ルーティンです。はい。はい。朝練する。ついてきたんでしょ。そうなんですよ。勝手にね。今日は朝練に。はい。オッケー。いいよ。はい。眠いけどね。頑張りましょう。はい、じゃあここからやっていこうか。はい。はい、めっちゃええやん。いや、最高。あの、はっきり言っていい？最高。ちょっと深いんだよな、ここ。あ、いい？オッケーオッケー。よし、行きましょうか。はい、河川です。うん、やっぱね、ため池でもいいんだけど、流れが効いてる分、朝の短時間で釣りやすいかなと思います。まあ、そんな中でも、カレントが比較的効いてる場所、まあ、やっぱり夏こういった涼しくて居心地のいいところに多分バスもね、ベイトも集まると思うんで、まあ、ここから何を使うかっていうと、やっぱ朝これでしょ。夏の朝はこれじゃね。ね、とりあえずダッチからやっていきます。まあ、ちなみにダッチ使う時なんだけど、使う前、キャストする前にとりあえず濡らして、マラブーに水をね、しっかりとこう染み込ませるというか。 OK、 ここからスタートしましょう。まあ、本当ね、時間、まあ、言っても仕事の前のね、短時間で魚釣ろうと思ったら、ある程度ね、まあ、ルアーもそうなんだけど、もう場所を絞る。で、まあ、場所的にちょっとカレントが効いてるとこ、ちょっと広くなって狭くなってるとこで、そこ上行ったら水門があるんだけど、まあ、他のエリアと比べるとカレントがある場所で、かつあとも狙うのはもうとりあえず護岸だけ、ね、朝だから多分浅いとこに魚入ってきてくれてると思うから、もう岸沿いをテンポよく流していこう。うん、カレント効いてる。なんでここから選んだかっていうと、まあ、カレントが効いてるっていうのと、ちょっとこっち川の上流なんだけど、川がちょうどこう少しカーブしてて、川のカーブしてるとこってこう膨らんだ外側ってちょっと水深があるのね、深くて、で内側、要はこっち側は浅くて、まあ、バスがこういったどこでフィーディングするかっていうと、やっぱ深い側のバンクじゃなくて浅い側のバンクで、ここで言うともうこっち岸、そこに対して、まあ、ダッジをこう平行にずっと巻いていくんですけど、まあ、なんでダッジかっていうと、やっぱりね、一発狙いたいから朝なんでね、やっぱサイズ狙うのにはね、やっぱ羽物適してると思う。一発でっかいの朝ね、気分よく行きたいじゃん、仕事に。スーサイドとかポッパーとかでもいいんだけどさ、ちょっと時間がかかるんだよね、場所が絞りきれてないから。ある程度スピーディーに探れて一発狙える、まあ、それがタッチ。まあ、この時期の、まあ、ここの河川で考えたら、今ここ入ったとこがもう多分超一級だからね。まあ、なんでかっていうと、もうあの水門、あの水門、横から入ってきてる水門の流れによってカレントが全体的にここ生じてるんで、朝練ってやるときに結構そのフィールドの超一級から攻めるっていうのは結構、やっぱその時期を象徴するね、まあ、シチュエーションというか、まあ、夏のこの時期であればやっぱ流れ込み、まあ、確率が絶対一番高いとこから潰していくっていうか、出ないな。
で、た、バイトがしょぼかったな今出たけどね、あのちょうど杭の横マジか、くそ、いや狙い通りだったのに、やっぱあんな朝からあんな流れの当たってるとこにいるってことはもうやっぱほんと夏寄りだね、こういうちょっとカレントが効いたとこに行った方がいいかもしれないな、出ないね、いや絶対粘んない方がいい、多分同じような条件狙っていった方がいいと思うわ、どこ行こうかな、よし行きながら考えよう、よし惜しかったなね、いい出方したんだけど、くそで移動してきたんだけど、まあ、さっきの1匹目、まあ、乗らなかったんだけど、まあ、それをヒントにやっぱり時期的にやっぱこうカレントが効いてる場所、まあ、同じような条件でカレントがあるような場所を求めて、次はここにやってきました。でここで使うのはアンサー、ちょっとダッチだったんだけどさっきまでね、今回はアンサー、これでやっていきましょう。まあ、ダッチから、ね、アンサーに変えたんですけど、まあ、なんで変えたかっていうと、まあ、ダッチだとやっぱちょっと時間かかる、まあ、さっき言ったような超一級場所でここら辺絶対バズいるだろうみたいなとこだったら、ね、ダッチでいいんだけど、まあここから多分ずっと歩くよ。でずっと歩く中でやっぱりちょっとダッチだと、ね、時間が限られた中だとちょっと時間かかりすぎちゃってね、行きたいとこまでちょっと行けないし流せないから、まあ、アンサーだとね、竿を立ててゆっくり巻けば表層でね、あのうねうねうねって泳いでくれるから、まあ横にも使えるし、あ、なんかちょっとこの辺いそうだなっていう、例えばね、もう明らかにこう向こう岸ね、岸沿いの場合だったらこう投げて巻くじゃなくて、ジョボ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 っていう感じで、まあ線でも点でも使えるから、まあ、こっち岸ちょっと流していくときは線で流して、向こう岸のちょっと怪しいなっていうとこはこうやってジョボジョボみたいな感じで使えるから、まあなんかシチュエーション的にね、いろんなトップある中でもアンサーが理にかなってるかなっていう感じなんで、ちょっとこれで流していってみよう。まあ基本的にはもう一回ジャークさせて浮かして、ジャークして浮かして、で反応なければ回収するんだけど、トップになんかいまいちできらないなって時に、去年出てからやってんのが、ジョボって刺した後に浮かせるんじゃなくて、ジョボの後にその水中に潜ったタイミングでもう一回ジャーク入れてる、ね、浮いてる、アンサーがジョボって入ってそのままもう一回キラってやってやると、結構その後の浮上でバーンって食ってくることが結構多いから、やっぱこうジョボって刺した後もう一回トゥントゥンってトゥイッチ刺してやると、もうちょっと深く潜っていって上がってくる時によりこうペラが回転速くなるし、だからちょっとこう水深があるようなとこではそっちの方が結構ライズさせることが多分結構できると思うから、なんて言ったって本当ね、浮上中のバイトがやたら多いんでね、このルアー、このカレントだと絶対いるでしょ、クラウンかな、やっぱここで川幅がちょっと狭くなるから流れが出てる、あ、見えた、なんか出てきた、多分分からんけど、ちょっと幻覚かもしれないけど、なんかバスっぽかったぜ、アンサー使ってて潜らして浮いてくるの待ってて、あれ浮いてこないなって思って食ってる時あるからね、食った、おっしゃ、の他のあたりでライオだっていうね。
じゃもう出方がないよだよね。まあまあまあ、こういうこともある。出た、おしゃー、くそ乗らなかった。お、ここなんか水門の前だからかちょっと水深が掘れてて淀んでるな。この辺浅い深い浅い深いを繰り返してるから、なんか強制的にこうカレントが生まれてる。上横からなんか水が入ってきてるわけじゃないんだけど、上より流れ強いもんね。出た。よし、いいとこいたね。よっしゃ、よし、でっかい。よし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 、ジョボンジョボンバコンみたいな。よし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 、来い、さったー、ここぞって場所だよね。あの深い浅い深い浅い繰り返して、浅いとこの深くなり始めて、ちょうどカレント効いてブッシュもあって、まあシェードもあって、いかにもってとこ。やったぜー、ナイス。やったやったねえ、いいね。とりあえず、いや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 、仕事してとか任しとけ、遠くに行かなくても釣れるんだブラックバスは。いい出方したね。来た。トップ楽しいね、やっぱね。ね、まあアンさん、あの対岸のシェードに投げてトップからのジャークで一発潜らして浮上、潜らして浮上でバコン。トップはこれだからやめらんないね。で今ね、こっちが上流でこっちが下流でこうカレントが効いて流れてるんだけど、例えばこういった夏の河川の流入河川とかって、まあピンとくる釣りの一つが、まあサイドフィッシングで、そういったサイドするときはやっぱりこう流れに対してバスは頭こっちに向けてると思うから、まあサイドで言うと下からこっちにね、歩きながらバスを見つけて釣っていくっていうのが多分定番だと思うんだけど、まあトップに関してはアップにキャストしてこう引いてると、やっぱり流れに乗ってルアーがちょっと早く動いちゃうから、まあアプローチとしては垂直から、まあ要は下流に投げてちょっと上げてくる感じ、まあ流れを利用してより移動距離を抑えながら釣っていく。でその中でアンサーってリップついてるしペラもついてるから、ジョボンで流して、ジョボン流して、もうめちゃくちゃもう本当移動距離本当限りなくゼロに近い範囲内でねアピールすることできるから、ここはもうアンサー一択でしょう。狙い通り釣れたね、よかった。いい仕事できるぞ今日はね。ええ、ちなみに今何時？いけるんじゃない？まだいけるでしょ。よし、もう一箇所行こうね、もう一箇所、よし。めっちゃベイトがいる。あ、バスがいた、バスがいた、バスがいた。バスだった。ほら、いるって言ったじゃん。言ってねえな。ここにいた。やっぱウィードだ。3カ所目。まあここがラストポイントかな。時間的に結構危うくなってきたからね。まあここもあの支流の上流、あの全体的にちょっとだけまだカレントも効いてて、対岸からの流れがあのかすかにだけど、まあ、水位低いからあんまりガーって流れてるわけじゃないんだけど、まあ横からの流れも効いてるエリア、まあ、ここもちょっと岸際だけやっていこうか。やっぱアンサーでしょ。まあ、ちょっと結構ね日が高くなっちゃったから、まあただ巻きではちょっとさすがにきついかなっていう感じで、まあジャーク&まあライズっていうかねえやっていこうかと思うんだけど、これ一個ねコツがあるの。
ペラをねより回す方法、投げて着水させて、まあどういう形でもいいんだけど、潜らした後にそのまま、普通だったら例えばチョンチョンってやった時にロッドティップをちょっとこうルアーの方に戻して、まあラインをたるませると思うんだよね、こういったルアーって。じゃなくて投げて着水させて、潜らした後ちょっとティップを戻さずに、そのままちょっと脳進化をずるびくような形でちょっと手前に引いてくるの、こっちに。するとね、あの真上じゃなくてちょっと手前に進みながら、上に上がりながらペラが寄り回る、まあ引くっていうか、もうねテンションを保ってるぐらいの気持ちね、ちょんちょん。大丈夫でしょ、俺だって時計はめてないんだもん。やばい、やばい、はい、そろそろ会社に向かわないと。やばい、多分そろそろ。マジ打ち止めか、出ると思ったんだけどな。まあまあでも、ね、3箇所もあって、まあ短時間に1匹取れたら十分でしょでしょ、うん、いやまあでも魚が釣れた後に仕事できるのってまあはかどるよね。ねオッケー、じゃあ仕事行きたいんだけど、ちょっとその前に1個だけおさらいしとくね。いや疲れたね。4時起きだよ、4時起き。仕事があるのに4時起きだよ。絶対ご飯食べたら眠くなるやつだよこれ。ね。まあまあでもこの時期の朝はね。いや、いい、まあいい釣りできたからいいんじゃない。まあ、ちなみにまあ夏の朝練ってことで、あのちなみにバッグの中入れてるの、トップウォーターだけ。ね、まあ釣れたのがアンサー、まあいろいろ他にもねダッチとか使ったんだけど、まああの夏のこの時期、まあ特に朝に、まあ使うべきルアー、まああの個人的に今回倉敷が来るってことで、このまあ大きく分けて3タイプ持ってきたんですけど、まずはこれかな、ダッチ。やっぱいるでしょね、ダッチと、まあ釣れたルアーね、アンサーと、まあちょっとね、あの今回時間的にも場所的にもちょっと使う、場所はなかったんだけど、まあ、これもいるでしょ、トップね、ポッパー2サイド、うん、まあこの3種類ぐらいがあれば、なんかこう夏の朝のトップウォーター楽しめるかなっていう感じですね。まあそれぞれの使い分けっていうか、どんな場所で使うのっていうとすると、まあ、まずダッジに関しては、まあ朝一今日やったような大場所、まあ一級場所の、まあ空いたところで絶対バスいるよねこの時期で、そういった場所のやっぱ、でもああいった場所ってやっぱ一日中、まあ、結構ね、あの朝も昼も夕方もプレッシャー結構高い場所なんで、そういった一級場所のプレッシャー高い、まあ比較的すれた、まあ、魚を、まあ、一発ドカンって狙うんだったらやっぱ強いよね、跳ね物で一発狙い、うん、で、まあ対してアンサーに関しては、まあ、ダッジより横方向にスピーディーに探れつつも、まあ、今回釣ったようなジャーク&ライズっていうか、まあ、線でも点でも使えるっていう意味では、ある意味この3つの中で一番多分オールマイティに使えて、まあ迷ったらちょっとこれでもいいかなっていう感じもします。で、まあ、ちょっと今回出番はなかったけど2サイド、まあ2サイドに関しては結構この時期の河川とかって、岸沿いの護岸とかで結構エビを食ってるね、バスって結構いると思うんで、まあ、そういったエビ食いバス、まあ、ある程度バスこの辺にいるなとか、例えばあとオーバーハングとか、ちょっとブッシュの際でちょっと虫っぽく使ったりっていう、まあ、今回ちょっとそういうシチュエーションに出くわさなかったんで、まあ、使ってはないんですけど、まあ、そういったシチュエーションで多分有効なルアーだと思います。まあ、この3タイプあれば、ね、夏の朝のトップウォーターゲームは楽しめるんじゃないかなと思います。時間ないけど最後にタックルだよ。まあ3種類のトップね使うんだけど、タックルそれぞれ違うんだけど、まあやっぱ釣れたるは朝だよね。うん、まあ、朝使ってるタックル、グラディエーターアンチのジョーカー6フィート10インチのミディアムです。っていうか普段オールマイティ気味に使ってるタックルなら、ミディアムライト、ミディアム、ミディアムヘビーなら多分それあたりだったら大丈夫です。もちろんラインもフロロカーボンとか、使ってるんだったらそのままでも OK。
でリールに関しても、まあ、普段これいろんなオールマイティに使ってるタックルなんで、ギア比 7.1 対1の、ジリオン SVTW、まあ、ギア比はもう慣れたものでいいかなと思います。でラインに関してはこれ使ってるのがフロロカーボンの13ポンド、まあ、13ポンドっていうのを使ってるんですけど、まあ、正直フロロカーボンでいうと12ポンドから14ポンドで、例えば、ナイロンでいうと、まあ、同じぐらいのポンド数かな、まあ、12からまあ16ぐらいかな、まあ、ぐらいの方、ラインを目安にしてもらえばなと思います。まあ、タックに関してはこんな感じ、うん、いやよかったね釣れて。浸ってるとこ悪いんですけど、うん、そろそろマジでやばいっす知ってるよ知ってるマジでやばいっす知ってる、怒られるやつじゃん。僕も怒られちゃう。そうだねいいじゃん、帰りダッシュで帰ればいいだけだからね。いや間違いない、間違いない、混むんですよ地味に。まあ安全運転で帰りましょう、はい、よし行くぜ、お疲れ。うどういうこと？すごい絵が撮れたね、悔いはしなかったけど。よっしゃ食った。よっしゃ。帰ろうかと思ったら食ったよ。やば。でか。よし。やばいやばいやばいアンサー。でか。マジで。うわ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 。うわやば。マジマジ。網だ網だ。網ないんだ。やばいやばい完全のジャックだこれ。取った。50、めっちゃでかいんだけど。55ぐらいあるぞこれ。今ダッシュで帰って上から見たらバスいて食ったぜ。やばいぜ。やばくね。あるあのこれも遅刻していいでしょ。もう仕方がない。いやもう遅刻しても胸張って堂々と俺釣りましたって。いやこれは言える。行くよでしょ。俺もいいっす。もういいよね。もういいっす。これだもん。ちょっといや。マジで。やばかった。やばかった。やっぱテラの力あるんだよ。
アンサーの力釣れないぜ普通。だってライトリグあったらライトリグ投げたくなるけども、あるんだね。いや、なんかやたらとさ、そのちょぼちょぼって見えてから気にしてたじゃん。で途中からなんかちょっと見飽きたかなと思ったんだけど、ちょっと潜らしてペラ回すように、あのライズさせるようにしたらやたら気にしてたから。やばいぞ、事件だ。やった、よかった。早起きは三文の徳。間違いない。